こんにちは、マースケチャンネル3です。今回はですね、これを買ったのは2000年代に入ってからか、まあ1990年も終わりの頃だったと思うんですけれども、もちろん世間では、まあ、もう街中に DVD が普及始めまして、まあまだまだビデオデッキも持ってる人もいるということで、街中の、まあ、いわゆるレンタルビデオ店では、まあ、中古で、まあ、DVD の他にまだまだビデオも売ってまして、中古のコーナーには、なんていうんですか、レンタル落ちの、ビデオもいっぱい並べてあったので、それを眺めてたところ、いわゆるそのトレンディームービーというその、まあ、青春映画ですね、バブルの頃の、を扱ったそのトレンディー映画というのがたくさん、出てまして、僕も2000年代に入ってからだと思うんですけれども、ちょっと懐かしんで、その辺あたりの、ビデオを見たいなと思って、当時いろいろ買い集めてた記憶があります。でその中から、まあ、いくつか、持ってるものを、まあ、ご紹介したいと思います。まず最初はこれ有名な童貞物語ですね。まあパンツの穴シリーズ、80年代とかのね、菊池桃子のパンツの穴シリーズとか、ちょっとエッチなものっていうのが、まあ洋画にしても日本の邦画にしても、当時売ってましたね。これ小村博さんの映画で、これも有名になりました。ファッション見てもらうと分かるように、まあね、この頃ももうすでに皆さん肩パッドが入ってる、しっかりと入ってる、ファッションですね。でジャケットの中にはこの、まあ、例えばアロハシャツですとか、そんなものを着てた、時代で、まあ、僕もこのスタイルは、当時真似してましたね。 で隣に移りまして、これが見てください、その頃ね、青春時代を過ごした人ならわかると思いますけども、まあ突っ張りをテーマに、やったその映画、ビーバップハイスクールの、まあ、トールとヒロシコンビ、なんですね。中丸徹さんと清水幸次郎さんの映画、六本木バナナボーイズっていうやつ。これ僕も映画では見なかったんですけれども、まあちょっと読んでみますと、中丸徹、清水幸次郎のゴールデンコンビが突っ張り学生服をさらりと脱ぎ捨て、ライバル意識をむき出しに、おしゃれ感覚のトレンディームービーに挑戦ということで、突っ張り役だった人の2人が今度ガラッとイメージ変えて、まあ、おしゃれな映画を作ったということで、まあね、原宿とか渋谷とかその辺あたりをテーマにしたその映画だったんですけれども、そういうのがちょっと当時面白くて、こう買った記憶があります。レンタルごちゃなのでね、こうやってバーコードと、まあ、貼ってありますけれども、いくらなんだ、これまともに買ったらビデオって当時ほら1万4000円もしたんですよ、税込みで。それが500円ぐらいでしたかね。で買った記憶があります。で隣に移りまして、また同じような映画で、今度はもうその名も渋谷で会いたいって、いいやつですね。これ誰と会ったかな。今若者たちから、まあ、熱い注目を浴びているトレンディーゾーン渋谷というか、ほらここ、まあ、トレンディーって言葉と渋谷っていう言葉も出せば、もうそれでもうすぐおしゃれっていう感じの時代でしたね。そこに集まる、ティーンエイジャーたちの恋と喧嘩と友情をオールロケで描いた青春映画ということで、こんな感じが好きですね。で街中ではスケボーとか、まだマウンテンバイク MTB とか 4WD なんていうのもガンガン渋谷原宿でこう走らせた時代がありまして、そのバブルの頃ですね、その辺を扱ったやつなんですけども、こういう映画が好きで、これ誰が主演でしたかね、書いてあったかな、あそう、出演もほら東美希さんに積み木美穂ね、もう
もう、アドマミキサーさんが、渋谷で VV という子供も今や死後ですけれども、言わせてた頃の話ですかね。もう、この頃渋谷って言ったら、もう、イコール、アドマミキサーぐらいな時代がありました。それから、これもですね、思いっきりそのバブリーな感じで、東京クリスマス、ラブウォーズって。もう、写真見てください。もういかにもね、バブルって感じの、映像ですが、こういったこのパーティーな感じはもう毎晩のように、もしくは週末、花金なんて、金曜日はね、もう街へ繰り出そうなんて、時代でしたから、皆さんこんな格好して、もうパーティーにじゃんじゃんこう行ってた時代でした。で、これ、旬はですね、風間通る、菊池桃子、鈴木京香に吉田栄作って、もういかにもですけれどもね、こういう東京クリスマスラブウォーズということで、あとちょうどバブルの頃の、からの特徴として、このクリスマス関係 の映画、もしくはオリジナルビデオもあったかもしれませんけども、このクリスマス関係のものがね、やたら多く作られたんですね。やっぱりクリスマスっていうのはそのパーティー感出やすいんですかね。イメージ的にもこのクリスマス関連の、映画がたくさん作られたような気がします。それからとファッションのことで言うと、こういったね、ファッションこんな感じね、それこそチンピラでもないと着ないような、ね、感じですが、田舎のヤンキーがね、着てたのが、デニムにこのアロファシャツで、しかもシャツはですね、インしてるんですよ、ベルトな、ズボンの中にインっていう、これはうちの地元の方でもね、久しぶりに会ったその中学の同級生が、彼女が浴衣、祭りでこう、出会ったんですけど、彼女が浴衣着て、でその同級生はもうこんな感じで歩いてるのをよく見かけました。これはちょっとこういうファッション好きじゃなかったので、当時もやってませんでしたけれども、でそのブームが去った後にあえてこういう格好をしたことがあります。であとはですね、僕らの頃は皆さんの若いのにね、このジャケットにそれからネクタイしてるんですけども、このネクタイも太いネクタイじゃなくて細いネクタイなんですね。いまだにうちも探せばどっかにあったような気がするんですけども、細いネクタイをしてジャケットっていうのがそのおしゃれなファッションだったんですね。こんな格好をしてた時代もありまして、ということでまた機会がありましたら、今度はその、バブルの頃のファッションについてもお話ししたいと思います。ということで、今回はこのくらいでということで、終了したいと思います。この動画がいいねと思った方は、グッドボタン、もしくはチャンネル登録をお願いします。以上、マース系チャンネル3でした。ありがとうございました。